東京湾横断道路サービスの車両いすず、ガーラ PKGRU1S3 富士重工業製、7HD 車体仮想の三菱車系 CMS829P 株式会社東京湾横断道路サービスは、東京湾、アクアライン経由の乗り合いバス事業を運営するバス会社である。かつては、マリンエキスプレスが、神奈川県川崎市と千葉県木更津市の間でフェリーを運行していたが、 1997年の東京湾アクアライン開業によりフェリー航路を廃止することとなったため同年にフェリー従業員の雇用確保の受け皿として東京米サービスの社名で設立された会社である木更津駅前引く海ホタルパーキングエリア間の従業員送迎バスの運行業務も行っているまた東京湾 アクアラインの海ホタルパーキングエリアで、米ブランド棒の駅という土産物、海産物店も経営している。2021年4月1日付で、東京米サービスから社名が変更された。共同運行による運賃収入は、運賃プール制により、参加会社に分配されるため、自社による乗車券の発売は行っていない。 1999年6月に開業した川崎駅袖ヶ浦駅線は、不審のため2002年10月限りで廃止された。1997年の開業時は1台で、賄っていたが、1998年の増発時に1台、増車。1999年に予備車を増車。2007年に鈴ヶ浦を増車し、計4台が木更津営業所に配置された。 2013年と2014年に三菱不走、エアロエースを一台ずつ導入している。ありがとうございます。